麻生町用大橋は、熊本県麻生郡南麻生村に所在し、黒川に架かる、村道栃木縦の線を通す全長276.0メートルの橋である。形式は、PC4 景観連続ラーメン箱下田橋である。4景観連続のラーメン橋で、深い谷間に3本の壁式中空橋脚を建てている。時間割は39.3メートル、91.0メートル。 91.0メートル、53.3メートルである。最も高さの高い中央の橋脚は、基礎から桁下まで73メートルの高さがある。白川に黒川が合流する地点のやや下流側に、白川による洪水被害を防ぐ治水目的のダムとして、縦のダムが計画された。この際に、ダム本体工事に必要な資材や本体基礎掘削で、 発生した土砂を運ぶ道路として、縦のダム工事用道路の第二航区が建設され、その道路が黒川をまたぐところに、阿蘇町用大橋が仮設された。開通は1997年3月21日である。もともとこの地点付近には、つづら折りの坂道で渓谷に降りて、短く低い橋で川を渡り、再び登る急道が存在していた。 この橋は1900年に仮設された黒川橋という全長25.3メートルの石像アーチ橋であった。阿蘇町用大橋の開通により、渓谷に降りることなく容易に横断することができるようになり、旧道は閉鎖された。その後、平成24年7月九州北部豪雨の際に黒川橋は流出した。2005年1月に橋の脇に設置された公園に、 よさの鉄管、秋子夫妻の火碑が設置された。1918年に夫妻が来訪された時に、読まれた歌が刻まれている。朝陽村が合併して、南阿蘇村となることを記念して、高さ60センチメートル、幅165センチメートルの安山岩で作られた。2016年の熊本地震に際しては、橋そのものは崩落しなかったが、西側の橋台が崩落し、 東側の橋台は水平移動するなどの被害を受けた。さらに、阿蘇町用大橋に取り付く前後の道路も被害を受けて、橋に取り付くこと自体が困難となった。同時にこの地震により、阿蘇町用大橋より約 1km 上流にかかる国道325号阿蘇大橋も、橋脚の地盤が直下の断層でずれたことにより、落橋した。この日本の橋の被災により、 南阿蘇村内である縦野地区から村役場まで田原山トンネルを経由する大誘拐を強いられることになった。大規模災害復興法に基づき国が大工事業として災害復旧を進めることになり橋の前後の崩落区間の復旧工事が進められた。そして2017年8月27日に再開通しこれにより立野地区から村場までは 従来の40分から10分へ、熊本インターチェンジから南阿蘇村役場までも従来の60分から35分へと大きく短縮されることになった。ありがとうございます。